タカラジェンヌが飛び降り自殺。2023年9月30日午前7時ごろに兵庫県宝塚市のマンション敷地内で若い女性が倒れているのを見つけた近隣住民の男性が110番通報した。駆けつけた救急隊員がその場で亡くなっているのを確認した。女性は宝塚歌劇団に所属する25歳の劇団員であった。兵庫県警宝塚署によると、女性はマンションの住民であり、所持品はなかったが、最上階で本人と見られる荷物が発見され、第三者が関わった痕跡もないことから、自殺を図った可能性が高いとみて調査している。人が追い込まれたとき、このようなことになる可能性がある。やたらと他人を叩く人が目立ちますが、発言には責任を持ってほしいと思う。4歳の時に初感激した宝塚。それから50年経ちますが、今も宝塚を感激しに行く私には残念でならない事件です。命を絶つまで追い込まれていたのがかわいそうでなりません。ニコニコ笑顔で働いていますが、仕事終わりにはもう死んで楽になりたいと思うことがよくあります。生きるためになぜこれほど追い込まれなければいけないのでしょうか。せっかくいただいた人生なのに、もっとそれぞれが気楽に生きていける場所があってもいいのではないでしょうか。女性ばかりの職場に行ったことがあるが、入ったばかりの頃はとてもいい環境だったのに、人事異動で一人入れ替わっただけで陰湿ないじめが始まり、いじめられたくない人が取り巻きとなって、さらに最悪な環境になった。いじめに加担したくなかったし、されたくもなかったので、いじめの事実を報告して助けてあげてほしいと上司に伝えて退職した。その後はわからないが、何度か宝塚を取り上げたドキュメンタリーを見たことがありますが、本当に上下関係の非常に厳しい世界なのだと思いました。自分に才能があり、この道を目指せる財力のある家庭に生まれたとしても、人間関係が苦手な自分には到底無理だとはっきり思いました。今回亡くなられた方の事情はわかりませんが、芸能界で生き残るのは本当に厳しく、並大抵の精神力である程度のポジションを維持することは難しいのだと思います。若い方が自ら命を絶つのは悲しい。辛いことに立ち向かわずに逃げるのも大事。仕事は辞めたっていいし、夢を諦めたら他の人生も見えてくるし、家族や友人や恋人だって切っていい。友人未満の輩なんかは切るどころか眼中に入れる必要すらない。命を絶つ前にまずは休む。休んで落ち着いたら逃げる。死人に口なし。